生体の論議は、イタリアのルネサンス期の画家、ラファエロの絵画。1509年から1510年にかけて制作されたもので、バチカンの首都宮殿にある、今日では、ラファエロの間として知られる一角の部屋をフレスコ画で装飾するという依頼に対して、最初に手掛けられた作品であった。当時、この部屋は署名の間と称されていた教皇の施設と書室で、 人座署名員最高裁判所の法廷ともなっていた。この作品は日本語では奇跡の論議、あるいは教会の勝利などとして研究されることがある。この作品の名称とされている生体の論議は二次的につけられたものである。祭壇の生体をめぐる神学者たちの論議の絵に最初に研究したのは1550年のジョルジョ・バザーリで、 他の絵画作品について言及した最後に簡単に言及しただけであった。現在も使用されている名称は17世紀中央から徐々に優勢なものとなってきたが専門的な文献では一貫して批判されている。この絵画の中にラファイロは天井と地上の両方にわたる場面を作り出した。画面の髪型では後輩に囲まれたキリストが 左右に祝福された聖母マリアと洗礼者ヨハネを従えるデイシスの配置で描かれている。さらにその髪型の最上部には、父なる神が天使たちと共に描かれている。天上界には、この他にも様々な聖書の登場人物が書き込まれており、左端に座り鍵を握っているペトロ、その隣で裸の胸を剥き出しにしているアダム、右端に座り本と剣を持つパウロ、 右側で光の角を帯びて重回が刻まれた石板を持つモーセ、などが両側に描かれている。キリストの足元には白い鳩の姿に表彰された精霊が配され、その両脇にはプットたちが四つの福音書を開いて掲げている。その真下、画面の下段中央には祭壇の上に生体剣時代が置かれている。祭壇の両側には神学者たちが描かれ、 性変化をめぐって論議している。キリストの体、血、魂、神聖が生産に宿ることについて、教会を代表する人々が論じている。この場面には、いずれも古代末期内市中世前期の人物であり、後輩にそれぞれの名が書き込まれた4人の教会博士たち、すなわち、教皇グレゴリウス一世とヒエロニムスが祭壇の左側に、 アウグスティヌスとアンブロジウスが右側にそれぞれ着座している。加えて、いずれもルネサンス期のイタリアの人物である、教皇ユリウス2世、教皇シクストゥス4世、サボナローラ、ダンテ・アリギエ・リラも書き込まれている。シクストゥス4世は、金色の教皇服をまとって、画面の下段にいる。そのすぐ後ろには、赤い衣をまとい、詩人としての偉大さを象徴する景観をかぶった、ダンテがいる。 署名の間に描かれた霊界は、当時の様々な著作や絵画の精神世界を表現しているが、このフレスコ画の詳細な構成において、ラファエルには助言を求める相手がいたものと思われる。近年では、ビテルボのエギディウスが、直接、間接に、着想の源として採用されていたと考えられている。ペトロ、アダム、シトヨハネ、ダビデ、ラウレンティウス、ソロモン、 ヨシュア、ステファノ、モーセ、ダイアコブ、アブラハム、パウロ。デイシスの左右に着座して描かれている人物は、聖書に登場する人物か、古代の聖人である。旧約聖書の人物には、降臨は描かれていないが、首都、殉教者には、降臨が描かれている。左側、右側、地上には40人近くの人物が描かれているが、誰であるかがわからないものや、諸説のあるものもいる。 誰であるかが半然としている人物では、いずれも古代末期内市中世前期の人物である4人の教会博士たち以外は、多くが中世後期からルネサンス期のイタリア人である。上の図で、フランス語で人名が示されている人物は、左から以下の通りである。ダンテアリギエリ画面左下の部分。この他、画面左下の一番左端に描かれた、中空を見上げる。 黒語の修道士は、フィレンツェ大主教となった、ドミニコ界の修道士、アントニオ・ピエロッチとする説がある。ありがとうございます。